ティーガーに装備された MTR390、MTR390 はドイツの航空機用エンジンメーカーマトゥ・チュルボメカ・ロールス・ロイスが重量5から7トンの単発双発ヘリコプター用に開発したターボシャフトエンジンである。最初の試運転は1989年に始まり、最初の試験飛行は1991年である。MTR390 は1996年5月に軍用として正式に認められ、1997年6月に民間用に認められた。多機種の搭載を念頭に置いて開発されたが、搭載機は現在のところユーロコプターティーガーだけである。最大出力は 958kW、継続時の最大出力は 873kW だが、片発停止時などの緊急時には3段階の緊急出力を出すことが可能である。スーパーエマージェンシー段階の20秒間で 1160kW、30秒間で 1138kW、継続段階の2分半で 1027kW、中間段階の30分間で 958kW となっている。現在、更新版として MTR390E がスペインのインダストリアでターボプロパルゾレスト開発中である。MTR390E は出力が最大 1094kW、スーパーエマージェンシーで 1322kW、中間段階 1000kW となっている。一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。